12月9日より15日までザ・広沢シティ会館一般展示室にて平和記念展示資料館主催、水戸市そして水戸市教育委員会共催で平和記念展 in 水戸を開催しております。本展では新宿の平和記念展示資料館が所蔵する兵士、戦後強制抑留者、海外からの引き上げ者の代表的な資料をご紹介しております。さらに特別展示では水戸市平和記念館、市立博物館、内原郷土史義勇軍資料館が所蔵する水戸市ゆかりの資料から、暮らしが戦争に巻き込まれていく有様と、10代の若者たちが満蒙を開拓青少年義勇軍として内原訓練所で訓練を経て、そして満州に渡った等身大の姿、10代の若者たちの姿をご紹介しております。本展を主催する平和記念展示資料館は第二次世界大戦で徴兵され、家族を残して危険な戦地に行った兵士、戦争が終わった後にシベリアで強制労働をさせられた戦後強制抑留者、敗戦により生活基盤を失い危険な中を日本に帰ってきた海外からの引き上げ者を扱う施設です。兵士コーナーでは臨時召集令状、いわゆる赤紙や千人針などを展示しています。戦後強制抑留コーナーでは袖なしの防寒コートや手製の食器類などを展示しています。海外からの引き上げコーナーではおむつで作った子供用ワンピースや引き上げ実況ショーなどを展示しています。特別展示では水戸市平和記念館所蔵のペリリュー島で戦死した兵士の日章記や水戸空襲の絵、市立博物館所蔵の挺身隊スタイルの水戸高等女学校生の写真や満蒙開拓青少年義勇軍のポスター、内原郷土史義勇軍資料館所蔵のラッパ個体大隊の写真や満蒙開拓青少年義勇軍のラッパなどを展示しています。平和記念展 in 水戸は15日まで開催しています。16日以降は水戸市の平和記念館、市立博物館、内原郷土史義勇軍資料館へ、そして新宿の平和記念展示資料館へもぜひお越しください。